皆さん、ようこそムーミン谷へ。ここはムーミンやその仲間たちが住んでいるムーミン屋敷です。皆さん、知っていますか？ムーミンたちは古くから続く習わしで冬の間冬眠するのです。松の葉っぱをお腹いっぱいに食べて、春が訪れる日をぐっすりと眠って待っています。ところが、この冬はちょっと変わったことが起こったみたいですよ。誰かさんが一人だけ目を覚ましたみたいです。さーて、それは誰かな？誰かいないの？ねえ、ママ、ママ、ねえねえ、ママ、起きてよ。ママもまだ冬眠中だ。ああ、まだまだ冬なんだ。地面は白いし、空は真っ黒だし、砂付近も旅に出てしまって春まで帰らないし。ムーミン、よく眠って元気をなくさないこと。暖かい春になったら、その最初の日に僕はまたやってくるよ。一人で先に小川のダム作りを始めないでね。砂付近に。砂付近？もう嫌だ。砂付近に会いに南へ行こう。よっ、行ったな。何の光だ？トゥーテッキ？トゥーテッキが置いていたのかな。綺麗でしょ。雪玉のランプを作ったのよ。この光を見ながら、北の空のオーロラのことを考えていたの。オーロラって本当にあるのかしら？あなた知ってる？僕は本当にあると思うな。うわ、これもトゥーティッキが作ったのかな。なんだかちょっと怖いや。誰もいない、一人ぼっち、もううんざりだ。冬なんかより夏の明るい海の方がずっといい。一面のひまわりの花畑、ぐんぐん飛び回るミツバチ、そして青い青い空とお日様。はい、ムーミン。ミー、よかった。僕、一人ぼっちだと思っていたよ。寂しくないように、去年の夏のことばかり思い出していたんだ。でも今は冬よ。冬なんてやだよ。トゥーティッキの言ってたオーロラだって全然現れないし。それはムーミンがオーロラを本当に信じていないからよ。信じてるよ。僕はオーロラがあるって信じてる。信じてるんだ。本当にあったんだ。信じていてよかったよ。どんなことでも自分自身で答えを見つけるのよ。ムーミン一族でオーロラを見たのは
きっと僕だけだ。きっとまだまだ不思議なことがたくさん起こるんだろうな。春になったらママに全部教えてあげないと。寒くなってきた。ミー、中に入ろう。トゥーティッキー、あれは本当にオーロラだったのかな。物事って全てとても曖昧なの。でもだからこそ安心していられるの。僕なんだか冬が好きになったよ。ムーミン谷の冬はもう少し続きます。ムーミンたちが見たのは本当にオーロラだったのでしょうか、それとも幻だったのでしょうか。どちらでもいいのかもしれません。ムーミン谷では不思議なことがこれからも起こります。その時は皆さんもまたムーミンたちに会いに来てくださいね。